諸軍らの一部に最近では司令部が懲罰部隊も有効な戦力だと思い始めている。そう噂を流す者があるようだが、それは間違いだ。諸軍らは自らの罪を任務達成をもって償っているに過ぎない。そういうあんたは勲章をもらいながらな。独房、連れて行け。では作戦を説明する。次はエルジア領内に侵入しての作戦だ。北のワイアポロ山脈にあるエルジア軍通信施設が敵の無人機軍に関連する重要施設だと分かった。貴様らの任務はこの施設を破壊し、敵無人機軍を弱体化させることとなる。だが敵にとっても簡単に破壊を許せる施設ではないのだろう。一帯は偵察衛星によって常時監視されており、発見されれば対空ミサイルが飛んでくる。その餌食になりたくなければ、山腹から麓にかけて発生している雲にすがるしかない。雲を遮蔽物とし、衛星から隠れられればミサイルを振り切れるやもしれん。ミサイルが発射されたら雲に逃げ込んで祈ることだ。ミサイルに撃墜されるか岩場に墜落するか選ぶ自由くらいは与えよう。囚人ども、仕事の時間だ。直ちに任務に取り掛かれ。場所へ戻れ。
常に遠征の存在を忘れるな。最後の息も打ち漏らすな。トリガーだけに任せたものもいいかよ気がしてきた。ならば貴様はおとりとして地対空ミサイルの的になれ。来たぞ、対空ミサイルだ。全ての作戦目標を破壊した。破壊を計画したレーダーサイトはこれで全てだ。衛星と連携したミサイル誘導システムも機能を停止しただろう。誰か雲の上を飛んでみろ。ガンダの機体でやればいい。いい提案だ。鈴木に飢えてたんだ。見せてもらおう。いや待てよ。どうしたバンドック。こちらは第444航空基地飛行隊。そちらの所属を明らかにせよ。近くにこの数がいるとは聞いていない。接近中の味方機、応答しろ。正規軍様、懲罰部隊とは話したくないとよ。おい、レーダー調査を向けてるぞ。 IFF では味方だぞ。ちょっと待て、ちょっと待て。まさか特戦隊だなんて言わないよな。撃ってきた。こいつ敵なのか。回避するぞ。ロシア軍機攻撃をやめろ。クソ。こいつらは味方機じゃない。まさか IFF を偽装しているのか。現世代の IFF は衛星経由で統合戦略システムにつながっている。解析は不可能だ。どういうことだ。なんだ。機種で見分けられないか。目に本来落ちるぜ。あいつは容赦なく撃ってきやがる。くそ、このままでは全滅だ。ゼッキ、一旦雲に逃げ込め。相手の目をくらます。だがその後どうする。相手はどうやって認識してるんだ。そうか、雲は連携してやがる。メソ格闘戦になってます。どいつが敵だか見分けがつかない。メソ
正体はコードネームヘリオス。アーセナルバードに搭載された長距離ミサイルだ。アーセナルバード？なんでそんなもんに狙われなきゃいけないんだ。着弾予測位置をデータリンクで送った。すぐ来るぞ。クソ、今日は仕事が早いな、バンドック。肩口を叩いていると死ぬぞ。任務は成功。他に特に言うべきこともない。解散。待て、カウント。記録によればお前の撃墜数は日に日に増している。虚偽の報告をしているのではないだろうな。まあよい、他の連中を少しは見習え。こんなゴミためから逃れてやる。奴らが稼いだ撃墜数で俺は軍中央へ返り咲くのだ。